こんにちは天板アカデデミーフルヒデルです今日は Amazon セラーアカウントの、ね、インベントリー画面の説明です。ここね、えー、出品あるいは FBA 納品、えー、価格の変更、まあ、いろんなケースで使うんですけど、まあ、項目たくさん並んでてね、えー、何がど,んどういうことを意味してるのかまあ似たような項目並んでるんでね混乱する場合もあるんで、えー、説明します。まず 上からマネージ・インベントリー。これは商品の管理です。とりあえず自己発送で出品して、まあ、その後 FBA に切り替えるんですけど、その自己発送、あるいは FBA、それとすでに売れた在庫、今出品している在庫、まあ、全部ここで出てきます。で次にマネージ・ FBA ・インベントリー。これは FBA 商品の管理です。 ここで FBA に入っている商品をね、補、え、充、ー、したり、えー、価格変更をしたりします。それと、えー、FBA の在庫のところにね、概算の FBA の手数料出てます。次が、Add r プロダクト。ここで出品します。この画面から出品します。そして、Add プロダクトペ、えー、アアップロードと、ね。これは、えー、CSV のファイルで一気に、えー、商品をたくさん出品するときに使います。 まあただ、FBA の場合はね、これを使う必要もないですし、これを使うとね、間違えた時のダメージが深刻なんで、使えません。一個一個手作業で出品します。それと、インベントリーレポート。これは在庫の一覧を CSV で出力できます。ですからね、出品した時の状態、あるいはね、年末の在庫の状態とか、 あるいはそうですね、なんか不良,不良在庫が一覧で出しておくとかね、これで CSV のダウンロードで在庫を管理できますので、毎月月末とかね、あるいは年末にえこれを出力しておくと、在庫の動き、あるいはねえ申告の時のえ在庫の一覧になりますので、在庫一覧を CSV で出力するという機能です。それでプロ,ポプロモーション。 ね、これは通常使えません。えー、まあ、ライバルがある程度増えてきてね、えー、売るのにスタートダッシュが必要だとか、まあそういう時はね、使うこともありますけど、通常は使えません。まあ送料無料とか割引販売、あるいはね、一つ買うと一つ無料などの設定ができます。そして最後がマネ,マネージ FBA Shipments。これは FBA 納品設定をします。納品の時ねにここをいじります。納品設定をしたり、 あるいはね、納品設定で商品を足したり、あるいは商品を減らしたりするのは、このマネージフビ a シップメンツで使います。まあ、しろ画面操作の方はね、わからなかったら、まあ、聞いていただければ、その、まあ、こういう記事とか動画を作って解説するんですけど、まあ、はじめに基本的な項目としてね、このインベントリーはこれらの意味があるというのをね、軽く覚えておくと。 あとあのそのサポートの画面キャプチャーの取り方とか、ここをチェックしてくださいって分かりやすいかなということなんでね、解説動画作りました。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。